にちは、ということでやっていきます。今回の役職なんですけど、ウィルゲッサー1、侍っていう周りをキルできるやつ1。ただこれ前回バグったんで、バグらなかったら採用します。あと 50% の確率で役職がつくジャンボっていうのがいて、だんだんでかくなるらしい。ミニの役か。そうそうそう、ナイスジャンボの可能性もあって、ただナイスジャンボすると負けるらしいんで、でかいやつとりあえずすればいいっていうのだと負けます。で、村側が天秤、シェリフ、占い師です。はい、決戦投票できる。2人選んで勝手に独裁の2人選ぶバージョンみたいな感じ。超ね、超ね、超ね、なるほど。いくさん、今日馬猿ちょっとテンションおかしいよな。いや、そう。前のカエルくんみたい、うん、さて、この馬猿はぎどこからタスクをやっていくか。シャワールームにタスクがあるぜ。馬人が相方か。どうしようかな。来てくるぜ。で、ミズラハギ、カエルが、暇人が相方、暇人が相方、暇人が相方。貨物室に行ってくるぜ、行ってらっしゃい、この馬猿はぎ。またな。あーあーいる。進撃の巨人始まった。でかでかいでかい。俺心臓捧げるわよ。心臓捧げる。今からちょっとウォールマリア蹴ってくるから。え、じゃあちょ開けて開けて、ウォールマリア。ウォールマリア開けろ。でかくなってきたさ、扉とかさ入れたりするのか。入れなくなってくるんじゃない。ちょっと見て、見に一緒についてる。これはでかくね。どうなるのか。どんどんでかくなってない。クンさんの声がさ、ディスコードから聞こえてさ。あ、そういうことね。なるほどね。そう、いるかと思って。あ、クンさんいるじゃん。あ、ここにいたのか。なんかもうクンさんの声、うん、ストップストップストップ。はい、ポリチェックポリチェック。クンさんの声ディスコードからするから、もうなんかびっくりした。あ、クラブのセキュリティいるんです。うん、怪しい。これ怪しいね。なんすか、なんすか、怪しいね。なんすか、これ何、これ。これ、この王冠何？これ、この王冠ちょっと携帯用に持ち込んでた、アクセサリーです。死んでない。まあ、なら、スキップでいいんじゃない？か、天秤。右でわかるかな。誰も死んでないけど。一旦天秤でもいい。一旦天秤でもいい。ケチ。ね、いいんだよ、ことか。なんか、陰キャ転生は何？なんか、死んでないけど、なんか気になる。うまさら何も聞こえてない、もしかして。なんかさ、なんか、ナッシー、なんか怪しい発言ちょっとしてたんだよな。してない、陰キャ転生と会ってないじゃん。なんで？え？分かる人に分かるし、分かんない人に分かんない。多分これね、役職持ってる人にも分かるんだけど。うん、何これ。ナッシーとクンさんと会ったんだっけ。さすがにこのなんか集団的なドッキリとかではないよな。まさかお前何言って。ああ、ああ、あれ、え、なんかバグってね。ずーっと一人ごと言ってる。ずっと一人ごと言ってる。なんかさっきから一旦まつわりいいんじゃないか、もう。知らない間に、知らない間に、ちょっとちょっとおかしいし。ダメ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 って何。お前聞こえてるじゃねえ。聞こえてるじゃねえ。ダメダメって何。聞こえない国だったってこと。今リログしてようやく聞こえた。入ったな。スキップだから大丈夫です。スキップ入れたよ。スキップ入れた入れた。みんなが聞こえてない。大丈夫だよ。普通に大丈夫だ。大丈夫だからスキップ入れて。スキップ本当だよ。うん。なるほどね。ゲームセットって感じだ。やばいやばいやばい。ゲームセットって感じかな。ゴミ。ほんまゴミや。いや、上田さん、ね、今回も大活躍だな。そうね。あれ？ゼロ？コースでしかないんだよな。あ、すげえ。インポスター。何も役職ねえ。かわいそう。ザッ。はい。ボディチェック。ボディチェック。ナッシーとクンさんが自動で。いや、私誘導したからもうドシロだろ、普通に考えて。そう、で、俺も一発目に言いたい、喜んで、馬面くんをピコイラに忘れ物。そう、森だよな、これ。あ、後で殺すから。え？え、ナッシー？ナッシー？ナッシーだな、ナッシーだな。ナッシー？メインから降りてきた人じゃない？普通に。メインから降りてきた。そんなところにいなかったけどね、別に。ナッシー？まあいいや、役職出さないもん。とりあえず役職出さない。ナッシー、ナッシー、セリフ、セリフ、セリフ。話、セリフです。はい、ナッシー言ってください。ちょちょちょ、ナッシー、どしろです。さっき、はい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 、じゃあもう、役職だ。さあ、役職あります。まあ、もういいよ、とりあえずする。さあ、役職ありますする。いや、ないよ。あ、そう。セリフ誰に打とうかな。フルメイトってことね。まあ、適当に俺使うわ、今考えて。この白って他役職あるって言ったの誰。ってるから天秤がいるはずなんだけど。死んだ。イニスも出てこないね。ワンチャンぐらい。さあ、使ったら誰か。占いクンさん使ったら。じゃあ使うわ。クルーメイト。
陰キャ転生どうして俺がおかしいんだろう。クッパが、あえ、お前、もしかして、いや、もしかして、お前、ディスコード聞いてた？もしかして。いや、俺がディスコードつけて、ひまずきさん相方かって言って。ダメ、嘘っと。陰キャさん、あんたせこい人間だ。これさ、これも聞いてたよね、でも。あ、聞いてた、聞いてた、なんか。陰キャさんが天秤らしい。しかも、ただのインポスターだぞ、こいつ。ただのインポスターだよ。はぁ。びっくりした。ここで驚かせようぜ。来たやつ。またビッグだね。俺はもっとビッグになるんだ。ビッグな男になるぜ。こっからよ。もっと成り上がって見せるからよ。見てろよ、のじゃじゃ。いや、これ結構白いんだよね、もうみんな。陰キャ転生だって白いでしょ、さっきのね。セクロさんも白出てるでしょ。いや、なんか、釣ろうとしてるのよくわかんなくない陰キャ転生が、そのディスコードに釣られて。うん、で、私がシェリフ。で、皆さんが天秤でしょ。そう。俺がさっきなしなしって言ってたよね。でも、うん、一番最初になしって言ってたよね。うん、で、カエル君は？カエル君は俺が目の前で見てたけど、うん、まあビッグな男です。あ、ビッグな男になるからよ。グレーの人間がいるな、一人。暇人。俺、馬面君を速攻一発に入れてんじゃねえ。いや、だからグレーな人間。あ、そっち？グレーな人間？人間じゃないですよ、それはじゃあ。人間じゃないなら、じゃあ、鶴は。人間じゃないなら、じゃあ、じゃあ、まあまあまあ、まあまあまあ、僕は普通にクルメイトですけど。全然クルメイトや。まあ、ひまじいさん、撃つか。あ、いいよ、撃ってみ。死ぬよ、コノさん。あ、いいよ、コノさん見てて、じゃあ。うん、はい。あ、ん？コノがひまじいに撃って死んだ。うん、もう確実に暇人しか打てないような位置だったから、間違いない。でメニア天秤、ベノムが占い、クン、クルメイト、カエルくんかどうじゃ、どっちかだよ。俺がナッシュショート言ってるよ、名前だったらカエルくんじゃね。ありえなくカエルくんでもジャンボだよ、一応。え、ジャンボなの？一応ジャンボだよ。え、大きくなってんの、カエルくん？うん、めちゃめちゃ大きい。見る、そんなでかい。ウミニアはびっくりした。俺ミニア天秤だよ。じゃあ陰キャ転生じゃないの？いやだって俺だってそんね、聞いててクンさん行こうって言わなくない？陰キャさんかな。聞いてたやつ、まあ、なんか他にも聞いてたやつ。隠しろが生きてるうちに釣っておきたいよね。なんかもう隠しろが噛まれたらだるいし。え、てか陰キャじゃなかったらでもノジャジャになっちゃわない？え、だから陰キャ、ノジャジャ、カエルの順番。あ、てかさ、海にはさ、天秤使ってくんない？ノジャジャと陰キャに。あ、オッケー。天秤勝負になるでしょ。うわぁ、なにこれ。すごぉ。これバランス取ればよくない？え、なにこれ。あ、すげぇ。バランスがどっちも取られるから意味ない。あ、いいんじゃない？そう、両方知る、両方知る。あ、両方知ればいいのか。で、陰キャとモジャジャが双方入れ合って。で、終わりでいいんじゃない？これで何もしない。これ勝手に左に入る。いや、これ勝手に左に入る。無投票、勝手に入る。無投票。あ、じゃあ、俺陰キャに投票する。じゃあ、俺のジャジャに投票するわ。はい。じゃあ、次。俺とカエルくんが、俺が陰キャさんに入れるのか、カエルくんがノジャジャに入れて。オッケー。で、俺が陰キャに入れて、馬ず、え？これ結局あれじゃない？陰キャじゃない？あ、これキスだわ、キスだわ。今いるやつ。まあ、なんもしないで見たらワンチャンじゃねえ。まあ、ワンチャンどっちも死ぬかもしれない。グスじゃねえじゃん。あー、これめっちゃかいー。あ、バグった。いこいこ。で、ノジャジャカエルの順番についてる。なんなんだマジでこれ。いこ。ノジャジャカエルの順番についてる。でかいでしょ。しかもさ、こうできんだよ。ほら。え、殺した。踏みつけた。これ地鳴らし。地鳴らしできるんだなって。なるほど、そういうことになるんだ。しかも育つまで遅すぎる。え、じゃあ、サムナインはナッシだったのか。うん、ナッシなのかな。まあ、いいか。カエルくんつって終わろう。ジャンボってこれ、副役職なんですか、これ。いや、ジャンボは半分クルーだし、半分人狼、どっちかだった。イビルジャンボってイビル使えないんですけど、これ。え、イビルジャンボって何？イビルジャンボ。え、そんなの知らないよ。待って、イビルジャンボ。あ、さ、イビルジャンボは別にただのジャンボみたいな。なんか、ジャンボはグッドジャンボかイビルジャンボ、どっちか。なるほど、なるほど。人狼側がジャンボになって成長しきるとこれダブルキル一人でできます。へぇ、やばかったな、カエルすごいことになってたよ。なんか無理やろこれ、でかすぎてバレそうだな。
これセリフイビルジャンプ打つべきだな。いや違う違う、でもまあそうだね、シェリフはイビルジャンプ打ったら強いから、強すぎるから、めちゃくちゃ強い、うん、強すぎるからシェリフなくします。シーアにします。ナッシーは侍になった？なってないなってない。インポスター、じゃあもうインポスター陣営3にするわ。えなこれカウントがどういうカウントなのか分かんなくて、あイビルゲッサーだとは、あーよく分からない、どう処理されるとかよく分かんなかったから。人狼来たー、でかくなりてー、逆にクルーメイト、逆にクルーメイト、逆にクルーメイト、マジで、え、なんかドスドス、いやいやいや、デキさん、デキさん、やばい、デキさん、デキさん、デキさん、俺巨人だ、音ができる、音がすげえ、デキさん、音やばいよ、すごいよ、音やばい、音やばい、音やばい、でかくねえか、でかくねえか、なんか、デキもでかくね、デキもなんかでかくなりつつある、なんか音が怖い、ウミナガ貨物からアガリーの、え、逃げる、え、どういうこと、サムライか、どういう人なの、右側で死んでた、もう、あのジャンボで騒いでた人たちは殺せないと思う。出来心のそばいたの誰だっけ、俺と、ボンさんと、誰か来た、カルコさん、俺もいた、いや、インキャ様どっか行った、俺最後に右側向かってたら、シャワー室上のアーカイブとシャワー室の境目にのじゃじゃいた、ドア閉まってた、じゃ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 ねそれ、あおじゃつって、でかかったらダブルキューかったらいいんだろ、アーカイブのドア開けようとして、アーカイブのドア開けようとしてたんだよ俺だって、そうそう、それはわかるけど、貨物室脇でシャワー室にいたってことはアーカイブか電気室からですよね、のじゃさん、アーカイブで死んでんでしょ、俺普通に直しに行ってたのに、そうだから、まあだから割と向かってる組だから、もうぐるっと回ってる、貨物で湧いてたんだったらベノムには合ってるはずなんだけど、合ってなかったらおかしい、ベノムでは合ってないよ普通に、これも下組だけど合ってないな、貨物からのじゃじゃはラウンジアーカイブシャワーって言ったの、行ってない、電気室から、貨物はどう言ったの、電気室から、貨物脇、診察、ウィンゲイトとか、まあはいはい、下の診察のタスクやってたからぐるっとか、いやこれでも他が繋がりすぎてるから、ぶっちゃけのじゃつるしかなくない、ナッシーはイニーとカエル君と絶対いたの、え、カエル君で、俺は違う、え、ウマさんは後から来たの、ノジャジャノジャジャノ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 ジャ行くしかありえないね、ナッシーそれ、よし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 、でかっ、ヒス、でかっ、でかっ、お前痛いんだけど、え、もう人間じゃない、俺のサイズか、え、なんか逃げねえ、やばい、進撃の巨人みたいなのに逃げない、逃げた、うさやばいやばいやばい、やばい、エレン、マフラーを巻いてくれてありがとう、いや、お前そっち側じゃない、お前は違うお前は空側だ、おわ目立ちすぎてキルできなさそうな気するけどな、埋まってる、もう埋まってるやばいって、マジで頭悪い、サイズが頭悪い、超大型巨人が壁になってる、壁の正体超型巨人がこうした姿、あれさぁ、びっくりした、あれで2キルで、俺なんか海山黒で俺殺してきたのかなと思ったら海山死んでたから、あれのでかこいつ、なんとかしろよこいつマジで、え、これさキル範囲どんぐらいなんだろう、普通のやつかな、確かに、え、てかこいつのせいで俺死んだのと同じだからな、こいつ殺してないぞ、まあ、何もやってないぞ、え、てかこいつが、こいつのせいでみんな固まったんでしょ、確かに、俺だって普通にアーカイブのドア開けようとして白取ろうとしたら誰も浮いてるやついなくて終わったんだよ、殺せよ早く、殺せよお前は、なんかでっかくなってるよね、なんかやっぱり、まだ殺せない、あ、まだ殺せないの、でかすぎんだ、カエル君70歳ぐらいで殺しちゃった、三人の、ひまり三人の、え、ウミニアがでも一応洗えてないんだよね、一応俺全部のじゃじゃ切る、そうだね、まあ、でも3人じゃないから侍だからダブルキルしてたのか、なんか俺がベノムの死体しか見えてなくて、本当はウミネの死体もあったのかも、ノジャジャ以外浮いてなかったよね別に、だってそうそう、ね、だから、まあ、結構早い段階でノジャつんのかなと思って、結局この成長待つのだよ一応だけ、確かに68レベル、あ、まあまあ成長待つ、スキップしなかったらいいですよ、ここで90秒間なんかフルで出来欲をなんか育て上げる、
なるほど。なんで育成ゲーム。どっち側？いや、それは分かんない。それは分かんない。完成してしまう。私という作品が完成してしまう。やばすぎ。まだデキさん今ミロのヴィーナス状態だから今から完成しちゃう。芸術品なのこいつ。あ、完成じゃない。もっとなんかシルとか切りのいい。デキ横完成。でかい。でかいでかい。でかすぎんだろ。もう道がない。でかすぎるでかすぎる。デキ横さんさ、大きくなったらやりたいこととかある？何？大きくなったらやりたいこと？やりたいこと。僕はね、やりたいことないね。でかすぎんだろ。これ、デキさんの上で寝れるぜ、これ。デキさんの上で3、4人寝れるぜ。もうちょっと左、もうちょっと左。やばい、でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。俺がここの壁になるわ、もう。噛んだだろ。噛んでないわ。え、これ、俺が噛まれたら死体どうなるの、俺。デキ横の死体ってどうなるんだろう。よく殺されてくれ。お前の死体が見たい。まあじゃあじゃあ俺らどっか行こうぜ。あ、死んだ。どういう死体なんだろう。マジで気になるな。おい、マジかこいつ。あ、マジかこいつ。何がしたいんだこいつは。ハワイ攻撃だと思った。はい、殺せよ。これなんかさ、下の部屋に足だけ見えたりするんだよ。いや、こいつマジ勝つだな。足見えてんだよ。見る価値ねえわ。てか暇人も待ってるだろ、結局のキルスに。いや、そうだよね、暇人も動けないよね、イビルだから。だわ、いるわ。え、こいつじゃあみんなを固めて俺のこと釣って終わりみたいな感じ。やってること今やってることそういうことやね。名物になってみんな集めて俺を広角にしただけだからな。最悪だよ、もうあいつ、もうカスだよ。あ、これ見たらあかんのか。危ねえ、見そうになった。これ何、これ初めて知ったんだけど、あ、こっからなんかいろいろ見れるんだ。はぁ、お前何時間黙ってやってたの今まで。知らなかった。あ、ここで見れんの、管理室。マジか。ビッグな男だなぁ。普通にちょっとびっくりしちゃった今。デキョコ死んだかなぁ。人狼何してんだろうなこれ。殺してないんじゃない、デキョコに集まりすぎて。てか、デキョコなんじゃねって気がするんだよね。絶対そう、絶対そうだよ。何ほっとこほっとこほっとこ、かかっちゃない、かかっちゃない、かかっちゃない。え、でもどこにもいないな。え、ないです。あれ、ほんとに何、普通に一旦通報入れいかない。まだいいんじゃね。まだいい。これ無理であろうかと思われます。これ無理であろうかと思われます。え、もう無理、無理ならキルしろや。バカなのかこいつマジで。でかすぎます、僕の存在が。僕の存在があまりにもでかすぎる。ダブルキル入った。うおー、やられた。だろうな。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。まだ生きてる、まだ生きてる。あれ、クーさん死んでる。あれ、まあ、分かった、バレるだろう。まずクーさん追った方が早いね、これ。クーさんは右側にいたはず。え、でもクンさんアーカイブから降りたよ。 そのビーンビーンってサボタージュが鳴った時、ダッシーとコノさんは右側直しに行ったから。この絶対違う。キル数は、うん、で左側直したのは誰？インゲテンス？ウマズラ君と俺はいたから、そこじゃなくて別の人。俺がさ、右渡ってからお前も左見たよな。じゃあデキ横さんじゃん。デキさんはどこからどう？巨人は違うよ。いや、巨人は。デキさんさ、デキさん最後のあの、あれ鳴ってる時どこいた？巨人はだからずっとあれだよ、ずっと金庫室でシクシク泣いてた後、エンジンピューピュー鳴り始めたから行ったわけですよ。で最後メインホールで暇人さんとね、会えました。マズラハギだよこれ。最後会った。はい、マズラハギです。エリンとカエルは僕、カメラ見てて、セキュリティから電気室メインホールって上がろうとした時にイニンカエルとすれ違って、はい、僕がなんか左下に行く変な動きしちゃったから、ヒントカエルが、僕が先に行ったんだけど、その後電気室かセキュリティルーム見たのよ。で、死体がどこだ。そこで僕は二人と別れて、今すぐあれだから。え、
え？いや、言ってそうなんでバレた。めっちゃ馬面はぎ人狼って言ってんのに、人狼殺されたんだ。馬面気になるんだよね。馬面暇人、馬面暇人で。いや、そこはそこであった一応。多分馬面暇人でダブルキルだと思うよ。メインホールで合ってる。なんで俺ダブルキル？なんでなんで結局さんに入れたのアホだ。全然間違いない。俺馬さんに入れる。俺馬さんに入れるじゃ。俺はない。じゃないのかな。いや、なくないでしょ。普通に暇人さんと馬面さんが。暇人は僕が。待ってね。暇人は俺が違うのは証明できる。いや、だから、え？だからそれ別称で言ってるんで、二郎残ってるよ、二郎残ってるよ。いや、ちょっと、占んなよー。この際、記録が勝てるぞ。わーリキさんってことはこれ、リキさん、デカー。マザラさんこれ、マザラさん黒で、引退占いでデカくない。なんでだよ、なんでだよ。絶対そうでしょ。待って、噛まれる。でかいやば。え、なし、バカだろ、なし、バカだ、バカ、なし、バカ、なし、アホでしょ、これ。あー、負けた、これ。あー、なし、バカすぎるよ。なし、バカだろ、マジ。なし、筋トレしますか。え、バカだろ。なし、頭悪すぎる。いや、もう終わりだよ、多分これ。いや、これ終わりだ。なしボタン待機やってたらさ、あと残り3人じゃん。3人のうち1人人狼なんでしょ。だったらなんか片方噛んだらゲームセットとか。あ、そっか。は？え？ごめん。とんでもねえな、マジで。とんでもねえやらしい。誰を残すかの重要性で。一回ダブルキルすると、それ以降1キルずつしかできない。うまくなったと思ったんだよな。まあ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 、でももう無理なんで大丈夫ですよ。大丈夫。嘘だろ。パーセントイビルだな、ジャンプ。アドミス知らなかったのびっくりしたし。マジ普通にびっくりした。成長の速度があまりにも遅すぎる。待って。なんなら退化してる気がする。お前やっと日本語喋れるようになった赤子だぞ、お前。なんだ今、なんだ、あー、ビッグな女子だ。え、やばい、音やばい、音がやばい、ドゥンドゥン、やっ、怖い、駆逐して。あー、それは駆逐する方じゃない、される。やばい、音がやばい。やばい、音が、ドスンとついてる。よし、行くか。サポタージュだ。サポタージュになると足音消えるんだな。ほんとだ。なし、さっきの回でちょっとなんか上手くなりすぎちゃったかなみたいな。はっ、はっ、え、どういうこと。なし、なし、正義がなんか研ぎ澄まされすぎてて、なんか正義なしもなんかこのフェーズに達したかみたいな。どっちか、ごめん、日本語がわかんない。違う、でも失敗しました、なしは。違う、なんか全く日本語がよくわかんないんだけど、どういうこと。ナッシーは上手くなったと思ったってこと。違うこと。だってデキオコさんって言ったの、あれめっちゃ強くないですか。ちょっと待って、デキオコじゃなくて別の人にあなた入れたって言ってなかった。あ、デキオコに間違って入れちゃったみたいな。そうよね。デキオコさんに入れてるんちゃんと。すぇ、ね、なんでまだそんなの。いや、怖かった。巨人に終わりした、俺ら。マジで食われるところだった。巨人だ、あれだ。あ、コノさんだ。コノさんは大きければ大きいほどいいからね。ナイスジャンプって。まあ、とりあえずさ、成長待つんだ、ここで。ああ。まあ、いつも。ファームするか、ファーム。ちょっとファームしましょう。待つか。そんなに殺したいか。ちなみに、普通に、なんか、スカイパーに変える分は全然大丈夫。
まあ、いいんだけど。てかこの天秤がやばすぎる。え、この天秤がやばすぎる。まあまあ、もうしょうがない。もうなんかドッキリでしょ、なし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 じゃないです。なのだ、なしか、こんな。なんか二人やってるやついるな。おい、言ってたな、お前割れてたぞ、お前。あわすぎ、これもうめちゃくちゃ球団するわ、私こいつ。コノさん、でかい、ね。え、何してんのこれ、インテテンセ。え、でも問題は天秤だわ。天秤誰？もうめちゃくちゃ怒るわ。ロシャさん、バカなんじゃないの？え？え、何やってるの、ロシャさん。強くなってる。おー、いといといと。え、インケさん。え、え、え、お前、お前天秤だろ、インケテンセ。なんで俺の、なんでこの俺って言われるの？え、なんか、インケテンセって言われるの？やりそうなんだ、インケテンセしかいない。やりそうなんだ。えぇー、でかっ！あ、でかい、死ぬじゃね？全員死ぬ。ねぇ、ねぇ、あ、終わった。ちょっと、ここ行ったらいいですか？のしゃじゃない。マッコだ。人狼も死ぬ。仲間ごと殺しちゃった。ちょっと、のしゃじゃない。そうでかい人いるんですか、マジで。びっくりした。いや、投票先的にのしゃじゃないと思う。なんかね、それ興味本位で、あ、これ侍って言えば、なんか仲間切らない殺人なのかなと思って見たら、すべてが消えました。ジャンポアンチ。ジャンポアンチもしました。もう一人で、大丈夫、イニーさん、あの、グラギも先輩いるからさ。大丈夫。市民が固まった市がいるから。誰だったら、ジャンポ、いいならな。天秤がいた。墓場に行ってんのかな、天秤は。コロさんがでかくなった時、どういう能力持つか見たかったな。サムライなんか仲間切らない達人なのかなと思ったら、いやもう素人でした。なんか生クラ持って振り回してるだけの満足でした。もう切り捨てごめん。多分あれじゃない、ジャンボは絶対人狼っていう風になんかルール聞いてなかったんですか。わかんないけど。いや、気をつけます。サムライ危ないやつなんだな。どうじゃ、何あれ、何どうしたの、どうしたの、何があったの、あれ、何何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 何いや俺絶対この釣れると思ったのになあれ。そう、いやいや、あれノーで、あの終わりだったからな、ちなみに。え、終わん？終わりなの？え、ナイスジャンプ釣ったら終わりだよ。え、ナイスジャンプ釣ったら終わりだよね、だって。え、終わり終わり。え、ちなみに私またジャンボなので、え、で私成長待とう。ちょっと成長したらナイスジャンボも能力持てるんですよね。釣ったら終わりじゃん。知らない、また。あ、いる。持てない。それは分かった。またいるよ。いや、お前ら全員駆逐対象。駆逐します。押されたらまずいぞ。いやいや、駆逐する側だから。力は正義だから。俺でかいやつ嫌いだからさ。あー、確かにな。心境的なもんね。うん、そう、ごめんけど、でかいやつ釣れるならクンさんと天秤にかけたらね、でかいやつ釣れるかなと思って。確かに。これ押されたらまずいぞ。うるさうるさ、なに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 、よし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 、聞こえたな。押したらのじゃじゃ天秤使われるぞ。おーい、おーい、大丈夫か？おーい、大丈夫か？黙っとくからな。おまずらはぎ、よう、黙っとくからな、俺。何の話しまして、なんか弁当が開いた気がして。え、ちょっと仕様教えてよ。はい、何すんのそれ、そいつ。いや、これ別に何もできない、ただでかくなるだけ。あ、見えてる。で、人狼ジャンボの場合は2キルできるでしょ、でかく成長したら。で、村ジャンボは何なの。いや、知らない。いや、多分何もないかも、わかんない。え、でも村ジャンボ死んだらダメなの。よくわかんないけど。あ、海の村ジャンボは釣ったらダメ、釣ったら負け、村ジャンボは。え、じゃあ、天秤やばいじゃん。だから、コノさんのことは基本的に、もう本当に黒ってわかんない限りは釣れない。そう、なるほどね。海には死んでますけど、海には死んでますけど。海には死んでる。わかんない、海には見てないっす。うん。小飛機ではなかったよね。こういう天秤。停電中もナッシュの。まだ天秤活動さ。天秤絶対今じゃない。俺とのじゃじゃ。こういう天秤。絶対今じゃないな。天秤。いるしな。忘れてるけど。海は天秤ね、じゃあこれ。オッケー。やば、何？いやもう死んでるよ。皆さんが天秤了解。IQ アンバーグ的なんか。ちなみにその海にあったことについてだけどさ、
クンさん、インキャさん、コノさん、3人はずっと一緒にいた感じ。おっ、あれ、おー、時間差ね。乗せられたバカな便利利用、バカすぎだし、バカすぎだし。あれ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 、待って、この天秤なんか初めから傾いてない？なんか初めからこの天秤傾いてない？なんか傾いてる。なんか一つ軽いぞ。左側なんか重いんだけど、なんか左重い、左重い。どっちかめちゃめちゃ軽い。役割なら言ってほしくない？これ天秤がウミニャを殺した容疑者に心当たりあるだけ。あー、ウマズラがじゃあ殺したのか分かってんの？ワンチャン、暇人が天秤です。なんで？なんでそれ？これ何？これで村だったら相当やばい。よし。あー、インポスター。あ、これナイスジャンボ証明、インポスターだ。あ、本当だ、ナイスジャンボ証明された。あ、そういうこと。多分ナイスジャンボ証明。ナイスジャンボ。ナイスジャンボじゃん。いや、これナイスジャンボ証明です。そう、あの、このさん、定位置にいて、このさんも。じゃあ、ここにいる、私。ここで、ここでしたらどうなるんだろう。まあ、成長しきるまで、ちょっと待って、あんまり近くにいない方がいいから、成長を見守ってる今、カエル君と。でかっ。あれ？いや、これ、これ多分侍で出るんだよ。成長させてよ。しょぼくね、これか。はい、狭っ。え、またこいつ天秤なの？天秤だ。人狼二人とも。そうだね。天秤かけてる。めちゃめちゃすごい。この時点で後の天秤ってわかるっしょ、なんかもう。どんな確率？え、こんな範囲狭いんだ、侍って。え、イカさん、あれ、じゃないか。天秤セットです。抜きミスか。あれ、れ。てか、あのジャンボに対するちょっと位置が分からねえ。侍使うときどこに判定があるのか分からん。うなじにある。うなじにある。ポスターが釣られたって打った時点で勝ち色なのやばい、ね、あれカエル君まで行けたらめちゃくちゃ強いけどな。うん、めちゃめちゃ強かった。天秤のおかげだったね。横1で立ててよかった。天秤のおかげだね。